こんにちは、ゆうてバイスシバルツチームのメイです。ゆうてバイスチームのもちろうです。今回はブロガーさんをお呼びして対戦動画を撮影させていただきました。今回お越しいただいたのはブロガーのたばっちゃんさんとけいさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速使用するデッキの紹介をしてもらおうと思います。はい、では画面左側たばっちゃんさんからお願いします。はい、このスバロデッキの、4扉、4本のデッキですねのエリス連覇になります。ありがとうございます。では続いて K さんデッキの紹介をお願いします。はい、僕は、バンドリの8扉のデッキを持ってきました。はい、ありがとうございます。それではどんな対戦になるのでしょうか。では早速対戦動画に移ってみたいと思います。はい、ということで対戦動画スタートです。まずはマリガンからですね。左手タバちゃんさんが2枚で、K さんは4枚ですね。これ3、4枚ですで、先行タバちゃんさんのターンですね。はい、まあまあ良さそうな感じですね。でもスタートはね、だいぶで、まあ3号を置くか、まあ集中が1枚も来てないんで一番最初有機性スタートっていうことで、で、アオルアクアはまあ蘇生のシナジーを持ってるんで一応蘇生で出せるように、まあ、クロックはこのアオリアクアを叩くと。で、山札から、相手ターン中中央に1500応援と、ドロー集中ですね。ティニプラスティニプラスのやつですね。相手ターン中1500パンって大きいですね。まあ回収4000なんで、まあ、大体今回収4000あればまあ大丈夫かなということで、もう一応最初のスタートをこれにしました。4000ラインがもう環境的にも重要になってきてるってことですかね。うん、だからやっぱ4000は今どうしても欲しいなみたいな。で、一応ラクネスがいたんでレベルを上げた状態で、4500、最初のターンレベル1 4500で構えると。そうですね、これは相打ちも効かなくなるぞ。埋めねえなと思ってたんですけど、トップ応援引いちゃいました。こちらもそうですね、応援引くと踏めるんですよね。やっぱり4000を超えるのが重要そうですね。この霞の応援はこれは母の日のアナラギっていうカードと同じなんですけど、はい、他の音楽のキャラか、このキャラが、まあ、舞台に置かれた時にデッキの上を1枚見て元に戻すって効果を持ってます。トップチェックができる。そうですね、ケイさんの時はこのトップチェックを生かすデッキになるんですね。そうですね、この後ちょっと出てくるんですけど、はい、まあ、とりあえずは、この4000が霞がいないとスタンドしないので、はい、これ、4000ないと霞がいないとスタンドするし、まあ、4500なのでかなり高いっていう、まあ、リバース陣では結構、理想的な展開ですかね。リバース陣に求めに行くデメリットはありますけど、まあ、これもこのデッキではメリットになるのでにすることができるので、まあ、結構相性いいかなと。で、タバッチャンさんの第2ターン集中スタート。はい、クライマックスも1枚しか見えてなかったんで、ここは1回集中打ちました。まあできるだけ一力したいんですけど、集中2回と、まあ、3落下1回ぐらいで一力が大体いけるので、一応ここは集中を使いました。で、003号は1ターン目に出さなかったんで、まあ、2面開始のターン4000、4000と、もう片方が、5500ですね。で、待つような感じで、ゼロレベルが一応もう一回来るって感じですね。さっきよりもさらに高いラインになりましたね。さすがに5500は踏めないんですよね。めちゃくちゃ高い。なかなか踏めるタイトルも限られてきそうですけど。ゼロレベルの方はめっちゃ高いから。もうなんか止めちゃった時点で絶対。まあ、なので2パンされて、あ、片方帰っちゃうか。さて、計算側も TD プラスのドロー集中が出てきましたね。そうですね。この時この、霞の応援と霞の泥集中を後ろに立てたいデッキなので、まあ、とりあえず後ろが両方とも引けてよかったら、まあ、4-3で入ってるんですけど。ってことはレベル1はまあ手札にも見えてますけど。そうですね、1-1の何だっけ、8000の手札のコードを使っていく形ですね。このターンはまず、塩が絶対踏めない、レベル1の5500なので踏めないので、まあ、1パンか2パンかなってところなんですけど。まあ、ストック的には3枚欲しいんですけど、まあ、高校っていうのもあってちょっと2パン3パンとかしちゃうとハンドがなくなっちゃう可能性あるので、ここは1パンにずっと収めて、で、まあ、一応相手が新しいキャラ出さなければ4500はまだ出ない盤面なので、
まあ、新しいキャラ、まあ、特にレベル1ですね、レベル1のキャラを消費させる目的で、まあ、4500を端っこに貼りました。さて、タバちゃんさんのターンに移って、レベルアップですね。そうですね。ちょっと2ターン連続で、クラマクラマって言っちゃったんで、そのままクロックに、叩く感じで。赤のクラマは最初貼ることがないので、まあ、前半はほとんど、できるだけハンドに持ちたくないので、まあ、置いた感じなんですけど、まあ、これでもまたドローで引いてきてるんですよね。で、集中の2回目。で、集中もう一回打ちます。で、ここも4枚削って、手札に、まあ、蘇生があれば迷わずこのターン蘇生打ちたいんですけど、まあ、蘇生がなかったので、じゃあどうしようかなって言ってちょっと悩んで、まあ、相手の盤面もキャラが全然いないんで、じゃあ一回このターンは0レベルで流すかということで。でも、キャラを並べて3番するっていうのが、そうですね、はい、このままだと倒せないんで、アクアの効果で1500を振って、一応ラインを取りに行くと。あ、ショートカット使ってくれたんで、こっちとしては4500を立てた意味あったかなと思います。あ、なるほど。レベル1のキャラは出てこないけど、そうですね、赤集中あれば全然こう言えるんですけど、赤集中この時なかったので、まあラインやっぱ若干引くのターンは低いので、で、レベルパンプも振ってバトル入りましたね。あ、でもゼロのキャラ同士のパワーラインの高さがそうですね、この層特にゼロレベルのライン高いんですごいですね、4500、5500って、ね、はい、だいぶ報酬がで、K さんもレベル1に上がって、レベル1で青が必要なんですけど、青をちょっと振ってこなかったので青いカードを変えてみたいですね。手札的には多分拳を置くのが一番いいんですけど、ちょっと青がないので拳以外でさあ、青発生をさせてどう動いていきたい。あ、そうですね、あとイベントカードがあってちょっと引けてないし見えてないので、でここ、そうすると11のタイだっけが2面できないので、まあ、だったら1面かなと思って、で1面だとすると手札から出すよりもこのバーチャンを使った方が、2コストで、機械から1、1を出せるので、まあ回収にかかってるコストが1コストと登場1コストって考えるとかなり利率いいの でそれで、ちゃんと踏めるので、今この配置だと、左から3000、8500、5000かな、でも上から一応踏めるので、まあ使うならここしかないかなと思って、これ便利なカードですよね。ゼロも釣ってこれるし、一も釣ってこれるし、コストの支払いに差はある。そうですね。まあ逆に、何コスト使いたいかなってその時々によって変えられるので、まあ今の場合は本当に2コストで一一を出す動きがかなり強いので。テキストの書かれ方結構変わったカードで、最初読んだ時に何なんだろう。まあこれトップチェックして。はい、上が一番上が扉だったんですよね。で扉は、あ、なるほど、はい、まあ、いちいち出すのは確定だ、なるべく早い方がいいので、いちいち出すの確定とするとやっぱストックがないので、もうこの扉は噛むしかなくて、でじゃあ扉返しないんでしょうかなというので、でまあ次の段にレベル2になる可能性もあるし、1のまま止まる可能性もあって、まあ、山札のケアをしないといけない可能性がいろいろあったので、ここは、まあ、多少の絆とはちょっと違うんですけど、まあ、多少の絆みたいな、うん、山削り、パワーパンプ、キャラ拾いって、まあ、いろいろ役目があるので、それができるあれを、拾いました。小回り効く一枚ですよね。そうですね、僕らは1周目の山削れるところをかなり評価してて、まあ、かなり強いと思うんですけど、ちょっと扉で拾うときはあんまりないんですけど、まあ、今回はちょっと 1ストック目が履けるかもしれないし、まあ、次のターンどれぐらい打点入るか分かんない。であとまあチェンジ元も入ってるので、チェンジ元は1枚しか入ってないのでそれを拾うっていう可能性も考えて、まあ広く動けるそういう回収を拾いました。はい、でタワッチャンさんのレベル1の2ターン目ですかね。ですね、まあ、さっきグロック2ドローで引いてきたコマクラもちょっと置くしかなかったので、このタイミングぐらいしか置くタイミングないなと思って、まあちょっとあんまり1レベルでクラマをクロックに置きたくないんですけど、はい、ちょっと置かざるを得なかったんで一応置いた感じですね。でここでもう一回集中で2枚2ドロ
でハンドにクラマがあるんで1にするか2にするか悩んだんですけど、はい、まあ、デッキ的にはもうエリスの連番を決めるデッキなんでハンドはもう多い方がいいんで、ここも2枚引いちゃいました。でも多分1枚だけで止めてもよかったかもしれないですね。そうするとクラマがちょうど戻せるんで貼って、はい、貼って戻してやっぱり戻り枚数大事ですね。はい、戻り枚数がちょっとここは何だろう、行き過ぎたかなっていうちょっとご反省点の一つかもしれないですね。なるほど。で、先ほどのターンは手札になかった蘇生のシナジーのエリスがですね、ドローで引いてきて、じゃあ打とうかなっていうところで、まあ、何を持ってくるかなっていう。でやっぱ番組のこのデッキの場合まあ、やっぱりこの集中がずっと常駐されると結構割りかし8500って割りづらいラインで、そうです、ね、しかも頑張って割っても、アンコールされるっていう感じがずっと続いちゃうとどん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 こっちが疲弊しちゃうんで、はい、まあ、だったら、同じパワーラインでもうこれカウンター打たれたらしょうがないやっていう感じだったんですけど、確か控え落ちてんのかな、落ちます、うん、で、そんなに確かバンドルデッキ自体が1レベルのカウンターに作すると少ないはずなんで、まあ、多分持ってないなっていう読みで、まあ、相打ちでぶつけに行くって感じで、ターンアンデッドワーク、思い出に蹴飛ばしていく、うん、そうです、なるほど、うん、あのカードも 1-0 のラインじゃないですよね、うん、割かし前がだいぶ、まあ、普通のデッキだったらこのライン出してれば1レベル割れてるんですけど、まあこれで割れてないので、で、相打ち、はい、でまあ同値のラインになっちゃうんでレベルパンプはしないでそのまま殴った感じですね。あ、なるほど。止まりますね、うん、ここね、ここ結構打点入れたかったシーンなんですけど、ここが確か、まあ、ここで1回リフレッシュでこの時の山期関数が、はい、ここで 5かな、5かな、うん、で1個噛んでるのがある、あ、そうですね、ストップのトップか、はい、もともとそうですね、うん、一番最初に噛んだカードがありました、ね、はい、まあ、僕は、この時点で控えに5枚であと山札にクライマックス1枚、まあ二取りしてんのであと1枚なんですけど、まあ、それで4点って言われちゃったので、じゃあまあ2-1ぐらいでターン返ってきてクロック叩いてチェンジ元拾えればチェンジまで行ってしかもストック全部はけるなって考えてます、うん、でもここ入ってほしいなと思ったらここ止まらなくて、おお、これ打点差つけられなかったから結構この後どうしようかなっていう、逆に計算側は止まってラッキー、止まって、まあそうですね、キャンセルしたことは全然強いなと思いますけど、まあそれでだからさっき拾った2枚ラックがめちゃめちゃ役に立つ場面になりましたね。あ、そうですね、削り切れるよ、はい、あ、でこの2トロがめっちゃ強い、いいな、この2トロ強い、そう、イベント2枚引いてるんですけど、このイベントはハンド消費なしでストックに変えられるのもプラスだし、あとは山札にもうまあクライマックスはもう一枚もないんですけど、イベントさえ引っかかんなければハンドが確実に増えるの で、 でここそうするとかなり打ち止めないイベントなの で、 でしかもこれ2枚引いたってことはつまりこのターン5ストック使えるわけなんですよね。あ、そうです、かなり自由度が高くて、でしかも3ストック使わない と、クライマックスは全部はけないんですけど、3ストック使った後に2ストック貯められるのでかなり自由度が高くなってますね。有用ですね。で、後列の霞にトップチェックもできるから、そうですね、確かに山札にあと1枚イベントありますね、3枚入ってるんですけど全然見えてなかったので、あと1枚山札に入れたので、ここでまたおばあちゃんが大活躍ですね。なるほど。あ、ストックを削り切れる、これおばあちゃんはストックをハンドアドバンテージに変える数少ない手段なので、これで2コストを、まあ、ハンド1枚プラスあれですね、登場コスト踏み倒してるからめちゃくちゃアドバンテージ、今もう一枚2落下落としてから 1-1 のタイルをもう一回出すのかと思ったら、確かにおばあちゃん1枚ですのでいいですね。そうですね、おばあちゃん1枚ですの で、 でしかもですね、今これ、2落下した後にトップチェックのテキストでトップチェックしたら最後のイベントがめくれてくれて、そうするとワンパン目にイベントトリガーすると残りの山札が全部キャラクターになるので、最高だな、最高なんですよ不確定要素がある場合は、イベント、まあ、トップがキャラだったら1回目は、そこにワンパン目にすればハンド1枚は確保できるんですけど、うん、2枚打つ場合はトップ以外にもう1枚、どっかで、キャラクターカードをめくんないといけないので、まあ、そこが若干運ゲーになっちゃうんですけど、まあ、ワンパン目にイベントめくってくれたので、あ、これもう、1つのところに両方触れるなと思って、なるほど、ここで後列の霞が生きてくるんですね。そうですね、
あ、そうです、そう説明した。上がキャラクターカードだったらワンパン目はとりあえずハンドプレートで、まあ、手札コールのデッキなので別に手札の枚数が減らなければ別に質は何でもいいかなと思って使ってるので、はい、まあ、だからトップチェックしてとにかくディスアドバンテージを負わない形でイベントが打てれば、あの純ストックプラス1だよねっていうデッキなので、まあ今かなり最大値です。イベント2枚、そうですね。これでいらないカードをいつも埋めるんですけど、序盤があまりにも弱すぎて控室に全然レベル0のカードが落ちてないんですよね。ハンドとかクロックとかに大量にあって埋めるカードが全然割といいカードばっかり、そうめっちゃいいカードばっかりで、そういえば控室が強いって思ったそうなんですよね。そクロックもハンドもあのレベル0ばっかなので何面もかなんだ。逆に言えば2周目の山がかなり、2周目の山がかなりいいですね。超質のいい山ですよねこのカードも上から引いた時にストック1枚になるので彼でかくて、で、まあ、1枚しか入ってないこのチェンジ音、まあこのその相手だったら出さないかなと思ったのでストックに入れちゃいますね。チェンジ音はまあ早出しして意味あるタイプにはいいんですけど、まあ、あんまりこのスマに対して早出ししてもそんなにメリットないので、単純に早くヒールができるぐらいなので、はい、じゃあこの試合は使わないことにして、で、まあ、トップがイベントなのでソウル2が確定する中央からダイレクトする。でこれイベントをここに噛んだのが大事で、まあ、下から3番目に噛んでるんですけど、後で、はい、まあ、反対にあの木山があるので、これで後で使うために場所を覚えておきましょう。でイベントの効果で、そうですね、反対に2枚から、うん、サイド、まあ、ここ最後サイドなんですけど、まあ、ボトム3枚が全部4000なので、ああ、まあ、そうですね、救われて、さっきメリットに迷って話したんですけど、まあ、イベントカード、はい、あのもしトップチェックできないときでもボトムの方は全部知ってるので、まあ、ボトムまで例えば集中で削ってあげれば、あのここは少なくとも絶対に成功するっていうゾーンができるので、なるほど、まあ、それがかなりこのデッキ強いんですよ。そういうことだったんですね、メリットっていうのは、はい、まあ、ボトムくらい、あのボトム扉もほとんどないですしこのデッキだと、まあ、なのでそういう感じでパワーさんとかこのターン結構、ね、微妙な感じだったんですよね。雪星がいればクロック叩いて連発し始めるんですけど、はい、まあいないので、あ、早出しができないで、どうしようかなっていうところで、まあ、アタックで先発を出してで、蘇生持ってないんで、まあ、蘇生のシナジー多分これ以降使うことが少ないので、まあ、そのまま場面に出しちゃいますね。とりあえずこのターンもじゃ流す3番ですね、はい、ただまあ2レベルでちょっと若干怪しいんで8号触りに行くのどうなのかなってなってちょっと今こう悩んでるとかですね。でまああそこは戦わないっていう感じに変えて真ん中のアックは、他キャラがアタックした時に、先パンプです、ね、あ、はい、まあ、なんで、まあ、何もクラマ張ってない状態で、まあ、7号か、このラインだと応援がいるんで7号まで。なるほど、それでじゃあ8号を触りに行くかどうかちょっと考える、はい、ただまあクラマ噛んでんのもあって、で2枚戻せてないのもあるんで盤面開けるの相当怪しかったんで、そうです、飛打点減らしたいんですね、はい、であの蘇生エリスはクライマックスが置かれた時ならもうこのクラマでも何でもパワーだけは上がるんで、その点はいいなっていうところですね。確かに7000までないなと思います。ただちょっとこれを振ってもこう嬉しいキャラじゃないんで。と、じゃあこれで当たりですかね。ですね。この辺から、また、ちょっと吐きづらそうな感じ。そうですね、ワンパンですね。ワンパンで。多分エリスがあれば吐けるっていう感じですかね。次のターンにエリスを返らしていければ。となると雪星が降ってくるか手札に来るかを願いたいですね。あの今回扉を、全部ドローで引いてるのかな確か。あ、なんで、まあ、トリガーであの雪星がどこかで引っかかればそのまま雪星ずっと取ってるんですけど、2レベルになった段階でエリス1枚雪星1枚があるのがまあ理想な感じですね、うん、で一応エリスの3レベルの方はあるんですけど雪星の方は持ってなかったので、
で今回その触る手段がもうかなり極端に少なかったんで回収の集中もないので今回今のところの状況だとそうですね、見えてないです、ね、はい。なのでもう最後のエースになるまではもう我慢するしかないなっていうところで、まあ、まあ、ストップをためて、まあ、後半なんかいろいろできるように、まあ、我慢してる感じですね。僕はまあさっきハンド7枚でエンドできたので、これでドローしてハンド8枚、まあ、2面出してもハンド6枚なので8扉なので、まあ、クロックはもう叩いちゃったら3番遊んだだけなので、まあ、多分戦地打ちたいなっていう気持ちはちょっとあって、まあ、でもクロック叩いて戦地引けなくて戦地めくってバーストじゃ何やってるか分かんないので、まあ、ここはクロックするかで、1-1 のキャラから出すと次に木山を出すと、登場時のもう1コストで、イベントがはける、さっきの下から3枚のイベントがはけるのでそれでマーカー入れてあげるとちょうど木山になるよっていう話で、1-1のキャラから出したら、デッキトップがクライマックスだったんですよね、はい、でデッキトップクライマックスだとあクライマックスハンドに加わるじゃんと、あの木山の効果で、あツールックがありますね、はい、ツールックがあるので、そしたらクライマックス打ってハンド6枚まで扉1枚食ってハンドが7枚、まあ、かなりいいな。まあ、これ処理順ちゃんとやらないといけなくて、まず追加1コストを払って2ルックして、まあ両方扉だったんですけど、これでハンドに加えた後に 2コスト目で履けたマーカーを入れてあげることで木山になる。で最後に登場時のトップチェック、これ一番最後にやらないとこの上が見れないので、まあ3つ誘発してるんですけど、ちゃんと処理順を間違えないようにしないといけませんよっていうお話です。はいはい、これ大事ですね。でもこれ4000のメフニンはまあたくさん返してるし、あのここは圧殺しても、まあ、圧殺してそもそも踏むほどのハンドがないので、まあ別にもうめぐみはレベル0だしずっといてくれって感じですか。最後も通ります。それ以上にならないからもう逆に生きてはいるけど、うん、どうなんだろうなみたいな感じで、で扉を噛んで思惑通り、そうですね、3番目の扉でこれでハンド7枚なので、でこれまあエリスさん、あのまあ、これちょっとダメージを先に回復したとあれなんですけど、まあ規制を置かれると、エリス出てくるので、まあ、エリスに対して何もできないハンドなのでこれ2以上回復よって、でそしたらまあダメージで降ってきたって感じですか。たまちゃんさん側は規制降ってきてちょっとホッとした感じですかね、うん、ただちょっと打点的にかなり痛いですね、このあれだと、あの2の後半ですもんね、はい、2の前半であれば、まあ、降ってきてまあ、かなり戦いやすいんですけど、この状態だと、まあ、その連敗に必要なハンドにコストのためにクロック2ドローも叩きにくい打点だしみたいな、まあ結構2力だと今簡単に死んじゃうので、まあ、叩きたくないなと思ってこう行き戦もちょっととりあえずここは、5連敗じゃなくて、まあ、最大でも4連敗かなっていうところで、我慢してクロックは通過した感じですね。集中でハンドが増えてくれればうん、そうですね、そこで増えてくれればいいなと思って1回打つ感じですね。あとはまあエリスの回収の選択肢がちょっとだけ増えるんで、ああなるほど確かに、はい、でここで、はい、エリスがさっき前に噛んだやつがまあ触れるようになるんで、これでちょうどバントリー結構早出しに弱いので、まあ、2面とか出されると、まあ、このターン、このデッキは結構8-5が強いのであのカウンターで返せるんですけど、ただ逆にカウンターで返せなかった場合はこれを踏むために8500に1001とかだとまあ同値とかになっちゃうので、まあ結構2面早出しされたのはどうしようかなみたいなところですかね。レベル2で止まっちゃうと1面返しちゃうのが、返しちゃうとやっぱエリス連覇のコストを結構貯められちゃうので、あ余裕を持たせちゃうのは嫌ですね。なんならこれ3に上がった方が強いかもしれないですね、このターン。エリスは手札使わずに並ぶのは偉いですね。ここですね、登場時に回収できるのはやっぱりかなり強いですね。で、ここで、はい、レベル5円を出して、タイを触りに行くのかどうかを考えてるところですね。ただ、まあ、連番でコスト使っちゃうんでわざわざ圧殺してまで今ここでこれ出して本当に大丈夫なのっていうところを考えてるところですね。ダクネスではエリスにバンプが触れない、はい、っていうところがちょっと、そうですね、ダクネスは冒険者と魔法に、確か500バンプを振るのでまあエリスのラインが上がらないと、で結局悩んでいやもう出そうっていうことで出します。で、まあ、出した理由のもう一個は山札にクライマックスがもうほとんど残ってないので、ここで4枚削る感じですね。で、まあ、不純物をなくして、まあ、山をそのまま打点が入らないように、まあ、ケアしていく感じですね。
で、ここで加えたのは悪夢、はい、中宿をここで加えます。まあ、手札としては3レベの準備はできつつある感じですよね。あとは質といいますか、枚数というか、はい、で、まあ、エリスから読んで、で2号剣でちょうど相打ちまで行くんで、まあ、1万1000で殴りたくないなと思って1個敬遠した感じになりますね。ああ、なるほど。これなんですけど、はい、あれですよね、ダークネスでレベルパンプしておけばフロントいきましたね、これ。確かに。ああ、レベル上がってレベル応援が。レベル応援で、1号になってますね。ああ、そっか、圧殺する前に、まあ、確かに。レベル上げるのは、ね、動画で見ればね。確かに、動画で見ればと思ったけど。そうだよね、レベルパンプはそうか、どうせタイトルにメタケンないから、そのままパンプしてあれすれば500溜まれてるのか。確かに、これザコですね。いやー、今気づいた確かに、それが一番良かったかもしれない。まあ、これは一つ発見ですね僕は、なんだっけ、一キャンしたのかな。一キャンして、1枚引いたので残2かな、確か11分の2とかで、まあ、取る選択肢が2つあって、まあ、椎名に任せてそのままパンチするか、この山を処理するかで2つあるんですけど、はい、まずこの、エリスが、まあ、今125って書いてあるんですけど1万1000ですね。両方、あ、違う、125か、125と1万1000で、まあ、踏むのが難しいんですよね、特に両方は、はい、で、まあ、サイドアタックしてまでエリスを残してくる。だから登場時に回収してるんで、まあ、エリスの仕事半分終わってるもんなん でそれでフロントしてこないっていうのはやっぱりそもそも維持したいんだなっていうのが、で維持したいってことはやっぱハンドに絶対拳はあるわけ でだったら、まあ拳はある想定でどうやって踏もうかなと、まあ、3号剣なのでって考えてて、まあ、まずとりあえず山のケアと、ストックにクライマックスあるのもあって、集中から、まあ、集中の結果見て選ぼうかな。そしたらワンヒットしてこれで、ワンドローしてハンド9枚登場して横張ってハンド、7枚なんですけど、まあ、扉がもう1枚なので噛むと、あ、ごめんなさい、扉って言いましたね。光が5だからボトムに1枚あるのか、ボトムに1枚さっき送ったやつがあって、あ、でそれ以外にもう1枚あるんですね。だから、残2なんですけどってさっき言ったんですけど、ごめんなさい、残3でした。一応見えば、ボトムの方を1枚僕か、分かってるので数えてて残3だったんですけど、残2だったんですけど、あ、なるほど、一応今のところ残2っす。集中ワンヒットして残2ですね。で、でなので、キャラ出して横張ってパンチして扉1枚噛んだ場合、ハンド8枚なので耐えて普段ゴールでちょうど、でしかもタイに、前のターンフロントアタックされなかったってことは、次のターンも、まあ、拳の圏外から殴れる可能性は結構低いので、まあ、だからタイの手札の頃は全然勝ちあるなと思ったので、一面はどのみち1、2、5は上から踏むの結構難しいし、そもそもこれ、1、2にキアまで1、3、1、1で1、4なんですけど、これちょうど3000勝ちで3、5剣で勝っちゃうんですよね。だからどのみち踏めねえなっていう、まあ、アスタスとかすれば、例えば応援ですね、応援を出せば踏めるんですけど、まあ、そこまでの価値あるのかなって考えて、エリスって、まあ、出てくるとまたもう1枚回収できるし、でエリスが控室とか、公開情報に全然見えてないこともあって、ハンドルあるんだったらあんま変わんないかなと思ったので、ここは3号剣使わせるだけでって感じでこういうのを殴りました。出てきた霞は登場時に対数パンプ、そうですね、開口のテキストが2個ついているようなもんですね。なるほど、対数 ×1000 パンプなので、まあ登場時1万2000、でレベル2以上リバースすると1コストでキャラ返しできますよというテキストです。これはじゃあ早出しキャラ踏むのには使いやすそうなカードではあるんですね。そうですね、早出し、まあレベル3 で向こうがレベル3先上がりの時に下からドックつくのにも結構使えますというか、まあ8000枚の手札アンコールを維持するデッキなので、やっぱ自分よりも高い、まあ、こういう急行ですね、急行とかに対しては何らかの手段を持っておかない とそれだけで負けちゃうことなので、まあ、そういうためにさて、リフレッシュ、打点入ってリフレッシュ、うん、打点4点入ったんでかいですね。ちょっと、まあ、最初に噛んだのと、まあ、うん、今のもあってて結構で、リフレなんか4枠もちょっと厳しくなりましたね。あ、これ考えてるのは一応扉を噛まなかった時に1コストで回収して手札のコーンの卓もあるから、一応最後にラスパン霞にしようかなって考えてます。ああ、なるほど、あ、なるほど、はい、
まあ、ほとんどどっちも一緒で、しかも大体に3号券で返されるからほとんど変わんないんですけど、これ1号券回収の強いかな。まあ扉噛んだので、そしたら別に1コスト使わなくても中央点断行できると。で、まあ3号券で預かると2点目、なんとか止まって3-6です。いやーこれちょっと後で考えたら3コスト3コールするべきだったのかなと思って、最初されるかなと思ってされなかったんで、いやーそうですね、これじゃあワンチャンあんのかなっていうところ。3コスト3コールしちゃうと、あのシーナと対象ローマン両方打つことができなくなっちゃうんですよね。で一応2面残ってればシーナと対象ローマン両方打つ可能性もあるし、まあ、またぎで止めればいいだけ、まあ山札3分の1でクライマックス、まあ、ボトムがクライマックスなので、まあ死なないだろうと思って暗行しなかったですけど、まあこのスバヒール出せても2面なの で、うん、でヒール持ってるんですけど、もう、相手と の、 このダメージ差もあるし、自分が3-6なんで、どっちかといったらこのターンに決めなかったら負けっていう状態なんで、もう回復のタクはこの中に入ってないです。このターン何が何でも押し切らない、入れるしかないなっていう。でここでエリスで、はい、エリス3面でストック3ハンドルをこれだと一応あれですか、1コスト残ってる状態で6パンが可能になるのか。あ、そうか、1コストあればいいのか、はい、そうです。なんで連パン の、 その払わなきゃいけないコストとしてはかなり、まあ、手軽っていうか、そうですね、連パンはしやすい感じ。まあ、その一回我慢した分で少しだけハンドが残ってるんで、まあ0-0-3号がずっと生きてたのもあるんで、ハンドが1枚分ずっと多分そこで助かってるんで、まあハンドが一応今6あるみたいな。でまあラストターンなので、まあ一応できるだけしようと思って、まあちょっと集中で悩んでる部分がまず一つで、あともう一個は控えにまだクラマがあるかなっていう、確か枚数どっかのタイミングで引いてて、はい、で1枚はどっかにクラマがあってっていう感じの状態なんですよ。で、シーナ剣はさすがに持たれてるなっていうので、打たれたくないのでこれどうしようかなっていうのをちょっと考えながら一緒にやってる感じですね。リフレッシュの1点を当てたいっていうのは、まあ引き次第ですね。集中でクライマックスは引けるとまた別ですからね。でクラマは山はこの3枚の状態で1枚入ってるとして、ダイレクトで殴ったらキャンセルしちゃって、はい、で、まあ、ボトムだったらまだいいんですけど、ボトムじゃなかった時にじゃあ次のキャラが、まあ、サイドアタックに1点になるのもどうなのかなっていう。でそうすると、まあ、連覇の時にもサイドアタックしちゃうと次の、アタックもソウルがマイナス1された状態になっちゃうの で、 でこれちょっとどうしようかなって言って考えて悩んでるところですね。あ、ここで確認してるのか。これクラマの枚数を確認して、で、カウンターも、あるかないかをその時に確かめてる感じですね。で、この時にそれらが。で、エリスを、まあ、下げてこれどうしようかなって、これ6連パンするより、はい、シーナ剣打たれないように考えた方がいいのかなっていうところで、逆圧縮のアクアを、まあ、今2コストしかないんで、でもまあ逆圧縮はこの時全然考えてないので、もう1個の効果で助太刀を打たせないという効果があるので、なるほど、それでシーナを封じて、そうですね、まあ、ラインもカウンター打たれないんで、あのラインじゃ、まず負けないんで、まず、左の方のタイの前にアクアを置いて、まあ、そこから殴って、2点ダイレクトで3点、サイド1点の連パンを起動して、全部で5連パンで、3-7まで行こうっていう風な感じに、考えてるところですね。で、エリスが一番後ろに下がって、はい、で6連パンしようとしてもなんかサイドサイドみたいな感じになっちゃって打点が微妙に足りない可能性が出てくるんで、もうだったらアクアを出そうということでアクアを選択します。まあ僕はこれめちゃめちゃ嫌でしたね。6連敗もこのアクアの方がかなり厳しい。あのさっきも言ったようにボトムがクライマックスで分かってるので、フロントからしてくれれば、対象ローマンで、1枚削ってピタキャン
ダイレクト化してくれれば、まあ、そこエリスじゃなかったらそもそも、5番なので、エリスだったら6、ソウル3点なのでちょうどボトムでキャンセルってことで、どっちに転んでもいいなって思ってたので3コス3コスしなかったら違うんですけど、まさかスケタチーム効果が出てくると思わなくて、しかも2点で乗らなかったので、かなりまずいですね。これ 3-0 になって6バックが覚醒しちゃったので、これはもうタマちゃんさん側からすればかなりこの2点入ったのは嬉しかったですね。ただまあその分、両サイドから殴るっていう選択肢はこれでなくなるので、あのエリスが、真ん中にいるんで、連発するためにはエリスもう1体殴ってから5連発しなきゃいけないんで、次ダイレクト面になるんで、まあ、ここ は、まあ、ハンドにもしクラマがあった場合は、まあラッキーですけど、多分ない場合はここの1点は絶対キャンセルになるんで、まあ、次のダイレクト1点分増えるんで、ダイレクトが4点スタートか、ダイレクト4点スタートをなんとか入れるっていう風に変わっていく感じですね。でキャンセルされて、まあ打たれなかったんで、これで一応 3-1 ということで、でここは、カウンター打たれたくないんで、ここはサイドを選択しますね。で効果使って、2枚切ります。でこの山の中に2枚だけ食らうのでちょうどサイドに切られちゃう、連搬ができない、はい、これは厳しい、まあ、この時点で負けかなっていうでこれで連搬成功してればサイド1点ダイレクト4点サイド1点で、ちょうど7点分になるっていう感じですね。それもかなわず、まあ、ターンが計算に渡るっていう、はい、ケイさんはもうこれ2点もうこれは絶対負けないですね。あのチーナがあるので、まあ、例えば3キャンサイドとしてもあのリフレッシュポイントのクライマックスとか、戻んなかったクライマックス全部戻るので、まあ、反射も入れたら、まあまあ減らないだろうと思ってますけど、うん、そうですね、あのアリスさん、反射持ってましたね。エリスとか、まあ、もう木山がある時点で、エリスとまず単体で1500違うし、で、木山のパンプが全然違うので、もう面は絶対取れないし、まあ、今のターンに連覇で殺されなければ、あとはまあ、大丈夫でしょうってところですけど、まあ、クロック叩いて横引いてもあれなんで、普通に叩かないで。だっけ、まあ、ヒールなしでヒールを出しました、まあ、ハンドカットしないとヒールできないので、はい、そういう意味ではヒールをも、無駄にしたとは思ってないんですけど、まあ、で、まあ、これで負けっていう感じですね。お疲れ様でした。では今回の対戦はマンドリを使用したケイさんと、そうですね、で今回使ってみてケイさんバンドリーどうでしたか。そうですね、まあやりたいこととしてはやりたいこと、そうですね、1周目にあそこでイベント2枚打てたのがかなりでかかった。ああでしたね、合わせてトップチェックの霞の応援もかなり活躍してましたね。そうですね、かなり活躍してました。はい、今度タバちゃんさんにもお伺いしてみますが、今回どうでしたか。まず一番最初に噛んだクライマックスの、ま、ケア、はい、まあ、ちょっとそちらが、まあ、きれいにできなかった点と、まあ、リフ行く前ですね、レベル応援の4落下の時で、まあ合計で山札に、もう1枚か、だからルックを途中で止めて、クライマックスももう1枚戻したらまた状況も変わったかなっていうところで、もうちょっと反省が残る試合でしたね。まあ、連敗失敗しちゃったのもだいぶ痛いですけど、あそこそうですよね、はい、まあ、このデッキも大事なのはやっぱり、ゼロでしっかり面取って、連敗を決めなきゃいけないデッキなので、まあ、ちょっとそこができないと、まあ、やっぱり結構勝ちづらいので、まあ、そこをきっちり決められなかったので、そこはちょっと反省したいところですね。はい、ありがとうございました。それでは今回の対戦動画はこれにて終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。